そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、1年ももう終わりに差し迫ってきまして、まあ、いろいろね、まとめたり総仕上げをしていかなければいかんなという時期になってきましたが、今回は私が今年買った中で、5000円未満ですごく良かったものというのをちょっとご紹介しようかなと思います。なぜ5000円未満というね、まあ、ちょっとお安めで、紹介するかというと、まあ、上限なしにしてしまうと、いやマビックのホイールね買ってすごく良かったですっていうねそういう話になってしまうんですが、もしねあの学生の方とかが、ご覧いただいている時に、あ、じゃあマビックのホイール買おうってすぐに手を出せるようなものではやっぱないんですよね。なので、まあ、年末年始のお年玉とかが手に入った時に買おうかなというふうにちょっと思えるぐらいのものにしようかと思います。では早速ですがやっていきましょう。一つ目なんですけれども、こちらバーン、日本製紙クレシアさんのワイプオール X70 という商品です。 X70 かもしれませんけどねまあこれ何かっていうのを平たく言うと、ロードバイクの洗車とか給油とかそういう時に使う紙媒体のウェスになります。今まで私はこういう布状のウェスを使っていたんですけれども、このワイプオールさん結構ね評価が高くて、いざ買って試してみたんですよ。そしたらね、本当ものすごく良かったです。何がそんなにいいのかっていうと、まずは紙媒体であるというところが偉いですね。もう汚れてしまったらそのままねポイって捨てちゃえばいいんですよ。後で洗ったり乾かしたりしなくていいっていう風に考えるのは精神的にやっぱりすごく楽になります。で、紙ではあるんですがすごく丈夫で簡単に破れたりしないんですね。なのでこういうところをゴシ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 ってやっても案外破れなかったりします。なのに水の吸収であったり油薬剤の吸収というのはすごくいいので、あのフォーミングマルチクリーナーで全体をバーって拭くときなんかも結構ね伸びてくれるんですね。例えばこのコンポ周りのですね、汚れを落とすディグリーザーとかで汚れを落とすので拭き上げるので1枚使って、それからまあフォーミングマルチクリーナーでコンポ周りを汚いのをきれいにするので2枚目を使う、フレームをきれいにするので3枚目を使う、で最後の給油、いろんなところの余分な油をね、給油したのの余分な油を拭き取るのに4枚目を使うとやっても、4枚あれば自転車1台丸々きれいに終わってしまうんですね。まあ、もっとうまく使えば3つぐらいで終わるかもしれませんけどもということはですよ、1回の洗車給油で4枚使う、月に1回やるとしたら年間で48枚で、これが50枚入りになるので、これを1個買えば年間の洗車給油に関してはこと足りる。そう考えると結構ねコストパフォーマンスいいなと思うんです。コストパフォーマンスっていうのは値段良くなかったですねお値段が参考価格1023円になります。皆様もねぜひ買ったことがない、使ったことがないという方はこの日本製紙クレシアさんのワイプオール一度試していただければと思います。さあ2つ目なんですけれども、こちらバーン、ロックブロスさんのサイクルキャップになります。まあ、これはね前々からあって結構もう知られている有名な商品かなとは思うんですが、実際使ってみるとものすごく良かったです。秋とか冬とか専用のね、サイクルキャップになってしまうんですけれども、一回つけてみましょう。はい、いざこういう風に被ってしまうと、まあ普通のサイクルキャップと変わらないように感じるんですが、ここにですね布が余っておりまして、この布を下ろすとこのようにね耳まで隠れるんですよ。首はこの辺ぐらいまで隠れますね。なのでまあ秋冬の冷たい風で耳がキンキンに冷えてしまうというのをこのサイクルキャップ1個で防ぐことができるんですね。ちなみにお値段は1652円です。まあこれもAmazon での価格なので、どこで買うかとかによってはちょっと値段は変わるかと思うんですが、まあ大体1600円ぐらいだと思っていただければと思います。あと人によってはこれ耳タブがちょっと出ちゃうという人もいるそうなんですね。下ろしきったとしても、まあ私の場合はね完全に下ろせば耳がすっぽり入るので、まあこれ人によるのかなというところがあってね、ちょっと難しいんですけれども、まあ試しに買ってみるという値段では2000円以下なのでいいかなと思っております。こういうネックウォーマーとかとね、合わせますともうここまで隠すことができるので、結構冬のサイクルキャップ探しではおすすめかなと思います。
はい、では3つ目の商品ですが、それがこちら、バーン、ベガさんの六角レンチセットになります。ロードバイクの構造上、いろんなところにこうボルトがね刺さっているかと思うんですが、だいたいね全部が六角のボルトなんですね。工事現場とか工業用で使われているような六角形のネジではなくて、丸ネジの真ん中に六角形の穴が開いているというボルトを基本的には全部使っているかと思うんですが、まあ、それ専用の工具になります。で、この六角レンチのセットっていろんなところから発売されてるんですね。いろんなメーカーさんが出しているんですが、なぜベラの六角レンチのセットがおすすめなのかというところが、ちょっと分かりやすく一番大きいのを使いますが、ベナさんの六角レンチってこの六角形の、ちょっと六角形じゃないですけどこの六角形の穴に余すことなくパチンって入るんですよ。こうキュッパチンと入るんですね、まあ、余分な余波がないような入り方をするんですね。で、メンテナンスなんかで基本的にこう六角のね穴にこう入れていくときに、ずっとこう動かし続けると穴の中の六角形自体が削れていっちゃって、だんだんまあネジ穴が潰れるとか舐めるって言い方をするんですけれども、だんだんこううまく回らなくなってくるんですよ。そうなるとこのボルト自体を交換しないといけないよということになってしまうんですが、まあ、そうなってしまう原因というのが、穴に対してこの六角レンチがいい感じにはまらない、ちょっとちっちゃすぎるとかねいうのがあるときはガリ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 削っちゃうんですね、まあ、それをさっき言ったようにベラさんの場合はパチーンと綺麗にはまるので、ボルトの穴自体を傷めずに作業ができるというものになります。私の持っているのが9本入りになりまして、 1.5 から2、2.5、3、4、5回って6、8、10というサイズがあります。お値段をね最初に本来言うべきなんですが、いつもね後になっちゃうんですねお値段は3980円です。これも Amazon で見た金額なので、まあ、ちょっと上下はするかもしれませんが、だいたい4000円ぐらいで購入ができます。なので、まあ、いろんな工具売ってると思うんですが、六角レンチセットに関しては私はベラさんが一番おすすめかなと思いました。ということで、今回は私が今年5000円以内で買って使ってみてすごく良かったなと思った3つの商品ご紹介をさせていただきました、まあ、この他にもいろいろとね良かった商品っていうのはあるんですけれども、まあ長くなりすぎるので3つに厳選をさせていただきました。年末年始でお年玉がもしもらえたらね、まあ、この中の1つぐらい試してみようかななんて思っていただければ幸いです今回はこれくらいかな。うん、以上。それではまたお会いしましょう。バイバイ。